ミュージックボイスをご覧の皆さん、藤木直人です。今回、村上春樹さんのねじ巻き鳥クロニクルを朗読させていただきました。非常に長い長編ですけれども、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと思います。原動力、やっぱりこの年になって思うことって、つくづく現場が好きなんだな。みんなで物を作るっていうことが自分は好きなんだなっていうのを思いますね。まあここ2年ぐらいね、なかなかそういう現場でまあみんなでこう飲んだりっていう意見を組み交わしたりする機会が少なくなって、非常に寂しい思いはありますけれども、でもやっぱりこういう場所を与えてもらって、でみんなでコミュニケーションを取りながら作品を作っていくっていうのは自分にとって大きな喜びです。今年は節目となる50歳になるんで、まあそれを記念したバースデーライブもやりたいなと思ってますんで、そこは、ファンのみんなと楽しい時間を過ごせたらと。そこから先は老後ですね、もうね余生を過ごしたいと思います。というわけで以上、藤木直人でした。